ダッシュでいこうぜ。どうも、武田でございます。今日はですね、ツイッターの方にも上げてる動画なんですけれども、僕前200メートル走ってきたら、まあまあタイムが良かったと。ツイッターに上げた動画を YouTube にもう一回上げるという、そういう状況なんですけれども、みんなに走るを見てアドバイスをいただきたいな、というのももちろんあるんですけれども、編集が追いつかないと。編集が追いつかない。編集が追いつかないということで、でも動画を上げて、今回ほんと申し訳ないんですけれども、つなぎという形で、今回200メートルの動画を皆様に、ご視聴していただければと思います。一つぐらいお話をしたいなと思いますね。一応お話ししておきましょうか。一つぐらいね。今日本選手権やってますので、ね、100メートル決勝まだ終わってないと。これから、決勝があると。混戦ですね。まあ、桐生が11秒1。山田さんも1、で、ケンブリさんも2、で、田田くんも3、あと、小池くんとかもね、すごい10秒2台でね。最近の小池くんってすごいね。キリュウがすごい目立ったから、それに隠れてた超大物アスリートとして有名ですけれども、200メートルで前回で撮った時から僕すごい嬉しくて、小池さんずっと応援します。頑張ってください。動画にかかってくれた皆さんが素晴らしい結果を残しておりますので。でも、ほんとすいません、皆さん。今日はね、本当に、つなぎという、つなぎと、お前、つなぐがここで、つないできたかというコメント、全然お待ちしております。もう、つなぎの動画でね、武田今日もやってんね、のコメント、待ってます。日本選手権で盛り上がってる時ですけれども、僕の200メートルでも見て、まあ、こんなタイムでも頑張ってるやついるんだと。皆さん一緒頑張りましょう。早速、ご視聴していただければと思います。200メートルです。どうぞ、こっちか。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。